いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 私今日はゲッテリレックに来ています。ここではですね、エクスペリエンスジャポネーズ2011が行われているのでやってきました。エクスペリエンス東京カフェ、建物に入る前にもうすでになんかね、みんなお箸使って食べ物食べてるんですよ。これはね、どうやらね、餃子のようですよ。餃子、ちょっとなんか、こんにちは。餃子のデザートを作ってます。すごい、餃子のスイーツがあるんですね。エクスペリエンスジャポネーズです。一口でいきます。アングリーいきます。おいしい。おいしい餃子で笑顔にさせようというプロジェクトです。はい。素敵です。餃子のデザートすごいですね。私餃子のデザート初めて見ました。食べたいでしょ。ですね、今日はここで日本のアーティストのコンサートをやっているということでですね、私それを早速リポートしたいと思います。なんかね、ものすごいおしゃれなんですね。東和純ちゃんの曲が流れております。ノラがエンジェラ、あのロリータファッションの女の子もいますし、あのグッズも売ってますね。グッズっていうか何でしょうかね、かわいい感じのアクセサリーも売ってます。あ、ビンボタワーもここに出店しています。ブティックスペシャリゼーのl'édition indépendante、voilà. ディスク、リーブ、DVD、ファンジン、avec un axe japonais assez prononcé. C'est vous faites des recherches? Oui, oui, c'est moi qui fais les recherches. Puis depuis qu'on existe depuis 1996, maintenant les artistes nous contactent spontanément aussi. Donc il y a les deux, quoi. Salut! Oui, très bien! Bigoutsu Poinamo! Bigoutsu Poinamo! Ah, c'est ça! Mais コンサート多分。さあ、もうこのね、赤い怪しい光がいい感じですね。日本はね、オタクだけじゃなくてこういうちょっとおしゃれ系のね、音楽だったり文化だったりもあるので、またこういうね、エベレモンも増えてきたら私もどんどん皆さんに紹介したいと思いますので、ふぶねこんぶぶれ。